おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあさあ、セカンドチャンネルでございます。まず、冒頭一発目、皆さんに謝らなくちゃいけないなっていうことがあったというわけでございます。それは何なのかって言ったら、先日おじさんが、この N 番が残り1年でリースが切れますっていうことをお知らせしたんですけど、コメントで入っていました。お？ヘルさん、あともう2年あるんじゃないのっていうふうにコメントが入っていまして、調べてみましたら、残り2年でございました。申し訳ない。申し訳ないです。そういうこともあったというわけでございまして、この N 番はあと2年乗れることが判明いたしました。コメントで教えていただいた方、ありがとうございました。本当にありがとうございました。そんなわけでございまして、本日日曜日だというわけでございます。これ先日 N 番でカラー業界に行ったんですけど、その際にガソリンがもう残りないじゃないかみたいなことを言っていたんですけど、俺のカードでガソリン積ぐのかよっていうふうに思っていたんですけど、いよいよガソリンがなくなってしまいましたんで、今から給油しに行きます。おずさんのカードでね。よしよし、そんならこんなら言いながら、いつものエネオスに到着いたしましたので、右ウインカーをつけまして、ハンドル右に回しまして、右折でもって左ウインカーをつけまして、ハンドル左に回しまして、ガソリンを給油しに参ります。もう一回あえて言うんですけど、おずさんのカードでね。エネッキー、エネッキー、オッケー、エネッキー、まあユーチャー軟弱でよう入るな。7リットルを超えまして、8リットルを超えまして、そして9リットルを超えまして、すげえぞおい。はーい、 OK でございまして、結局 21.98 リッター入りまして、3451円でございました。3400円か。よっしゃ、それではレッツラゴイでございます。お気づきの方いらっしゃると思うんですけど、これは絵日記でございます。おお、石油買いに来てるんだ。我が家はガスファンヒーターにしたんですよ。言っちゃ悪いんですけど、石油ファンヒーターって言ったら灯油買いに来なくちゃいけないじゃないですか、寒い時に。うん、あれがガスファンヒーターだったら石油を買いに来ることがないんで、めちゃくちゃおすすめです。ほいで、今そこを給油してる人、石油をね入れてる人なんですけど、これお父さんなわけなんでございますよ。石油を買いに来る人はお父さんだというわけでございまして、いつものセブンイレブンで微糖コーヒーをいただきたいと思います。朝の一服タイムだ。でっかいでっかい香る微糖ジョージアを購入させていただきました。ではいただきます。あったけーハスラーか。ハスラーもいいね、こうやって見てみると。いやいいな、本当にハスラーは。お、うん、次ハスラーにしようかなみたいなことを思うというわけでございます。ただいまの時刻1時26分というわけでございまして、まだお昼ご飯を食べていませんので、お昼ご飯を食べに来たいなっていうふうに思っておりますよ。左ウインカーつけまして、左折。セカンドチャンネルだというわけでございますので、あまり遠くの方には行くつもりはないんですけど、この辺ご近所で食べどころを探してみたいと思います。見えてまいりました、緑の屋根。これはあれだ、ライダーズカフェみたいなものが建っておりますので、興味がある方はここを行ってみてください。おずさんはおバイク止まってるじゃないか。おずさんはちょっと馴染めないというわけでございまして、あっこの店に寄ることはおそらくないであろうというところも皆さんにはお伝え申し上げておきます。 おしゃれすぎるんだよな。そんなことはいいんですけど、この広島県道37号線でございます、食べどころっていうのがポツネンポツネンとあるんですよ。おいで、気にはなってるお店っていうのがありますんで、そこ行ってみようかなっていうふうに思います。ほいでもって、おずさんの地元よ、まあここおずさんの地元なんですけど、そういう地元のお店に関しましてはセカンドチャンネルでお届けしてみようかなっていうふうに思っております。左手に見えてまいりましたのがコーヒースナックリンダルハウスっていうのかな、うん、ここはお客さんいつも多いんですけど、今日もいいですよ。すっごいな、すっごい多かったよあっこはおしゃれなところでございますので、あっこもパスでございます。これまたおじさんがよく動画の中で喋っています、道路の脇に気温計がついてるスポットでございます。14度って出てるんですけど、その目の前に見てほしいのがジョイフルっていうのがあるんですよ。ここ喫茶ケース、あー多いな、
喫茶軽食ジョイフル、ここに行ってみようかなって思ったんですけど、すっげー人がおるな。ダメだ。なんだよ君、今日はジョイフルで飯食おうかと思っていたんですけど、ダメだったというわけでございまして、最後にもう一個気になるお店がありますので、そこに行ってみたいと思います。ここら辺なんだ、向原っていう町なんですけど、車止まってるな。左ウインカーをつけ、食べどころよりどころってから書いてあるでしょう。大原屋、これ駐車場は違うんだろうな、これはダメなんでしょう。あ、食べどころよりどころ大原屋向井桜、ここは、あ、これ止めていいんだな。はい、そんなわけでございまして、こちらに寄らさせていただきました。大丈夫、大丈夫よね。大原屋ってから確かに書いてあるから、これで大丈夫だというわけでございまして、ここよ、前から気にはなってたんですよ。2時までか、大丈夫よね。ほいで、まさか高級な店高級な店なのかな、なんかドキドキするな。とりあえず行ってみよう。よいしょ、うわー、高級っぽいなぁ。はい、定食なんですが、今日日替わりがないんですか、その他の定食がございますので。あ、なるほどですね。はい、承知しました。そんなわけでございまして、メニューを恐ろ恐ろ見てるんですけど、いや、よかった、リーズナブルな価格のメニューもずらりと並んでいました。いや、よかった、本当に。刺身定食に天ぷら定食、唐揚げ定食、とんかつ定食に、あ、とんかつ定食は1000円切って900円だな。すいません、とんかつ定食で。はい、そんなわけでございまして、とんかつ定食を注文したんですけど、ちょいとメニューを拝見させてもらっています。一品料理のメニューも豊富な上に、酒のラインナップもすごく豊富でございます。こりゃ今度は飲みに来なくちゃいけませんね。そんなことを思いながら待っていますと、やってきました、とんかつ定食。汁物はどうかな。おお、お吸い物だよ、こりゃ上品ですね。引き続きまして、ご飯はどうかな。うん、こちらは適量でございます。あとは冷ややっこに、とんかつソース、煮物に、メインのとんかつでございます。からしとお野菜もついています。全体像はこんな感じでございます。いやいや、豪華です。それではいただきます。まずはお吸い物からいただきます。お上品、顔がついついにやけてしまいました。ではでは、メインのとんかつをいただきます。おいしいよ、こりゃ満足満足。そんなわけで感想を述べさせていただきますと、メインのとんかつもおいしいですし、煮物も味付け上品でとてもおいしかったです。冷ややっこがあったんですけど、これが生姜たっぷり効いていまして、白ご飯とめちゃくちゃ合います。この冷ややっこ、単品で注文できるのであれば、日本酒と合わせていただくと超絶幸せになれるような予感がします。定食のボリューム感っていうのも満足いくものでございまして、ご飯がちょっと少ないかなって思っていたんですけど、結論、器の深さがありましたので、ご飯も満足いく量を食べることができました。お店の雰囲気がちょっと高級で、盛られてる器も高級感を感じますし、お店でかかってる和風の BGM もなんともいい雰囲気でございました。ガンガン飯食うぜって感じのお店ではなくて、心落ち着く和のテイストを感じながらお食事をしたいなって時に、こちらのお店すごくいいなっていう風に感じました。そして冒頭の部分でも申し上げました通り、この雰囲気と味とボリュームをリーズナブルなお値段で堪能できることが分かりました。そんなわけでございまして、ごちそうさまでした。いや、また来させてもらおう。はい、おいしかった。 ありがとうございます。はい、またお待ちしてますんで。はい、どうもありがとうございます。これはすっごいいいお店だったわ、びっくりしたいや、ファーストチャンネルで撮ったらよかったなっていうところ、これめちゃくちゃおすすめです。また来ます。営業時間が11時半から2時までで、夕方が5時から9時まで、定休日が毎週月曜日。あ、そう、あ、そうこれはいいよ、本当にいいわ、めちゃくちゃ気に入りました。
建物の感じがああいうね雰囲気じゃないですか。だからこれ入ってもすごいめちゃくちゃ高級料理ばっかりなのかなって思ったら、とんかつ定食900円とか、あと酢丼とか親子丼とかいろいろあったんですよ。リーズナブルな値段ね。しかも900円でとんかつ定食があのクオリティでございますよ。これは隠れた穴場発見だというわけでございまして、今度はお母ちゃん連れて行って一緒にね、で刺身とか食べて、おずさんはお酒飲んで帰りしな、お母ちゃんに運転して帰ってもらおうかなっていうふうに思います。おお、あれはちょっと贅沢してみようかなって思った時に、刺身とかお酒を飲みに行く場所にしようかなっていうふうに思います。おすすめ、よかったねセカンドチャンネル見とって、これは良かったよ。というわけでございまして、本日の食べどころ紹介シリーズ、そんな動画じゃなかったんですけどっていうところを、おじさんの地元のねっていう様子をお届けいたしました。大満足、ギワギワ。